2002年と同じようにその国の河川局の予算をして鉄道の PR とかなんとかできるところは応援してもらいたい、今そういう話が進んでるんではないかなと思うんですが、はい、大臣そこを知ってほしい。そうそうそう、もう一本はタマライダム、これはタマライダムですが、これでもできてないですよ、ね、これからそうそうそう、稲葉ダムとタマライダムであります。稲葉ダムができたおかげで被害がほとんどなかった。タマライダムの計画はこれからですけど、できたらですね、いいんですが、まあ、この砂防ダムというのはどんなに急いでも7年間ぐらいかかっちゃうんです。29年ですから、これをですね、これを5年間で、なんとか5年間で、ね、大臣がお話した、5年間でタマライダムを完成してた。まあ、検証はしましたけども、検証期間もですね、本体工事入ってますんですけど、毎年やっておりましたし、本体工事もやると言いましたので、まあ、それからの予算の付け方は、相当でね、しっかり、これからしっかりつけてますので、まあ、そういう意味ではですね、予定より遅れるということではなくて、しっかりと付き合わせていただくということだと思いますので、まあ、今回のができてればよかったですけども、まあ、どう考えても検証しなくてもできてない話なんで、これはね。そうそうそう、うん、これは残念ながら、これからそう、ね、残念ながらその検証したから遅れたということだなと、もともと見てるということなもんですから、なかなか今回は、どうしても、残念ながら、しっかりとは予算も。